カナ西のジャストラブツアーは2016年夏から秋にかけて行われた日本のポップ歌手西野カナの7度目の全国ライブツアーその模様を収録した映像作品であるライブは彼女にとって6作目となるオリジナルアルバムジャストラブのプロモーションとして行われた2016年8月6日の北海北エールよりスタートし同年11月27日の埼玉 スーパーアリーナでの公演をもって幕を閉じた。12会場23公演という西野にとって史上最多の公演数となり合計20万人を動員した。翌2017年4月12日にライブの模様を収めた7作目のライブ映像、ジャストラブツアーが発売された。バンド西野カナ西野カナの作品ジャストラブツアー、ジャストラブツアーは 西野カナの全国アリーナツアー2016、ジャストラブツアーのライブを収録した7枚目の映像作品。2017年4月12日に SME レコーズから発売された。収録会場の埼玉スーパーアリーナ DVD とブルーレイに初回生産限定版、通常版がリリースされた。初回生産限定版はオリジナル、味方せジャケット仕様でオフィシャルフォトブック。 ツアー全体を振り返ったスペシャルインタビュー映像、金西のドームツアー2017、メニーサンクスドームツアーチケット抽選応募チラシがついている。本編では2016年8月から11月に渡って開催された全国12会場23公演、のべ20万人規模にわたる、西のかな全国アリーナツアー2016、ジャストラブツアー最終公演会場である。 埼玉スーパーアリーナでの2日間の模様を収録している。ありがとうございます。